佐藤ひろ子のこの街行ってランキング。おはようございます、私はですね、今壬生総合運動場に来ています。壬生総合運動場といえばここ体育館があるんですね。今日はずっと気になってたスポーツがあるので、そちらを体験したいと思います。行ってきます。今回のランキングはお休み。壬生町町民総合運動場の体育館に来たひろこさん、今日は一体何を紹介してくれるのかな。じゃっじゃらー、ボルダリングシーズン。わっしゃー、すごいね。案内してくれるのは壬生町スポーツ振興課の新田大樹さん。この人すごい人なのよ。高さでいうとどのぐらいありますかね。3m50cm 程度ございますね。やはり小さい子どもですと怖くて登れなかったりしますので、その時には保護者の方が付き添っていただいて。壬生町にボルダリングができるのってここだけじゃないんですよね。はい、そうですね。体育館にですね、ボルダリングルームとステージにボルダリングウォールがあるんですけれども、町立の小中学校にですね、ボルダリングの施設を整備させていただきました。なんでこんなにボルダリング壬生町をしてるんですか。2022年の栃木国体のスポーツクライミング競技の会場がですね、壬生町に決定しまして、スポーツクライミング競技の一種でありますボルダリング種目を普及させるということで、壬生町に整備させていただきました。もう早速ちょっとカメラを立ててやらせてもらいたいなと思うんです。はいはいはい、やってもいいですか。ですね、そこがですね、施設の利用前にですね、ボルダリングの講習会の方を、受けていただかなければいけないというルールがありますので。すぐに簡単にできるものじゃなかった。今回はですね、観光大使であります加藤さんのためにですね、特別に講習会をやらせていただければと思いますので。やったー、大使やっててよかった。なんと特別に講習会受けさせていただけることになったんですね。いや、よかったですね。講習会は土日に行っていることが多いそうなので、体育館に問い合わせてみてね。講習会を受けて施設使用者カードをゲットしました。これが発行していただきましたよ。早速やらせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、早速行ってみましょう。体育館には9級から1級の講習があって、8級に挑戦中のひろこさん。あれあれ、随分苦戦してんじゃないの。頑張れ。右手はこっち、左手はこっち。あー、時間の都合でね、4倍速でお送りしましょう。ゴール。めちゃくちゃ頭使うじゃないですか。自分の指で自分の体重をこれ抑えてる、抱えてるんだと思うと、指先って力あるものなんですね。いや、たくさんの方にぜひやっていただきたいですね。はい、そうですね。ぜひお越しいただければと思います。今日どうも本当ありがとうございました。ありがとうございました。壬生町の総合運動場にある体育館でボルダリングを体験してきました。知らなかったボルダリングの魅力がたっぷり知ることできましたね。あんなに頭を使うスポーツだっていうのはちょっと驚きでした。皆さんもぜひボルダリング体験してみてください。2022年にはいちご一会栃木国体、いちご一会栃木大会がありますが、そのボルダリングの競技の時は壬生町で大会を行いますので、ぜひ皆さん壬生町にお越しください。いや、今日も勉強になったね。エンディングはひろこさんのゴーイングの曲に合わせて、ボルダリング歴13年の新田さんが2級コースに挑戦してくれた超絶かっこいいキュンな映像でお別れだよ。いや、すごい。いや、すごいね。こんなベテランさんがいてくれるなんて心強いじゃないの。私もボルダリング始めてみようかしら。そんじゃ次のいってランキングもお楽しみに。あ、チャンネル登録よろしく。